アルベルト・フォン・ドート・シルト・アルベルト・ザ・ロモン・アンゼル・ム・フォン・ロート・シルト男爵は、オーストリアの銀行家、貴族、ウィーン・ロート・シルト家の第三代当主、アルベルト・ロート・シルト宮殿、アンゼル・ム・フォン・ドート・シルト男爵とその妻、シャル・ロッテの4、男として誕生。1874年に、父が死去し、父の命令で、ウィーン・ロート・シルト家の銀行業を継承した。 ロンドン・ドス・チャイルド家やパリ・ロチルド家のような兄弟パートナー体制は取らず、ウィーン・ロート・シルト家のすべての事業を彼一人で受け継いだ。ウィーンのプリンツ・オイ・ゲン街に16世紀風の邸宅、アルベルト・ロート・シルト宮殿を建設した。ハプスブルク家の宮殿には、皇位貴族となってから4代を経なければ3代できない習わしがあり、貴族となって、 まだ三代目のアルベルトは三代できる立場にないはずだったが皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の計らいにより1887年にロート・シルト家は特例で三代して良いこととなった。これ以降ロート・シルト家は皇帝フランツ・ヨーゼフや皇后エリーザベトと家族ぐるみの付き合いをするようになった。1911年2月11日に死去、銀行業は三男のルイスに委ねた。 熱心な登山家であり、マッターホルン当長も行った。フランスロチルド家の当主、アルフォンス・ド・ロチルドの娘、ベッティーナ・カロリーネと結婚し、彼女との間に以下の七子を設ける。ありがとうございます。